はい、皆さん、小柳敦夢さんの登場です。今日は LP の紹介をしていただけるということですね。LP の集合写真、マーラの、最後の作品ではないんですが、マーラの、攻撃8番と9番の真ん中に、オケラと第一の歌を語りたいと思います。じゃあ早速、クレル共演の歌を聴きましょう。何かオリジナルの LP を持ってきてくれたということなんですが、マイスナー仰天しますね。ウィフルの歌、マーラー。それはおいくらぐらいで買ったものですか？これは確か1万5000ぐらいだったと思う。新宿のリスニアさんだと思って、あ、そうなんですか。これがね、オリジナルですか？オリジナルですね。はい。レベッカで、宇野さんもこれで、飛び切りいい音を作って、宇野広報さんね。はい。僕の演出の宇野広報さん。はい。宇野子さん、この2枚組の、ディスクがね、一番だって、音が一番だって言ってましたね。そうですか。で、作品がもう始まってますが、もう、デガ団地のデガ団ですね。もう、美に狂った、一生の男の狂った、主演の歌ですね。狂った、そこでの共演ですよ。これがマーラーですね。クリストフ・マーラー。それで常に最後の死人と言われたブルノワイトですね。この露出が一番ですね。マーラーっていうのはね、非常にもう、性の喜びが好きで、美っていうのにこう塊、美の、美が愛っていうから、永遠に生きたいっていう、そういうのを、してたと思います。それで、こういう歌を書くって知ったら、もう、それはもう、狂ったぐらいにもう、音が好きだったんですよ。それで、最後の、これは、第一の歌と申してありますが、本当は、生も暗く、死も暗いっていう題名です。ハンス・ベートゲっていう人が訳したらしいですね。で、宇野広報さんが、僕はこの曲に、完全にハマった時があるので、この曲が今でも一番大好きな時があります。素晴らしい。どんなところが好きなんですか？こう分裂して、情熱的で、愛があって、もう苦しい、美への、苦しい、美へのね、苦しい、
そのアートですから、はい、もうすべて愛から始まるわけですね。うん、ワルタっていうのは愛の人です。はい、ワルタっていうのは愛人であの、はい、マーラっていうのも愛の人です。はい、もう来るほどの愛があったんでしょうね。こんな曲を書こうということですから、はい、もうものすごいもうこうね、はい、愛があった男だったんでしょう。まあカラマゾフの兄弟ありますが、こは中島。間違えましたね。間違えました。ちょっと見せてやめて。そのね、ワルターに晩年の逆さですけど。あ、すみません。これドスエスキー。はい。ちょうどこれドスエスキー氏をどこからするために僕が。買った、レコードの、レコードなんですけど、ぶっ壊れて買いました。はい。1000いくらしましたけど、1160円しましたけど、うん、これは、全作品の登場人物。ワルターは、はい、ドスッキー作ったニーチェとか、はい、うん、そういうの大好きだったみたいですね。はい、神はいるのか、いないのか。はい、これはマーラの問いでもありました。はい、神はいるのか、いないのか。我々がどこから来て、どこ行こうとしているのか。うん、もう神が作ったね、こう、まあ、ブルックナー、ブルックナーとは言いますが、神が作ったこの自然への、愛、自然への愛、こう、そして、もう、当たり、もう、人生の後半になると、もう、うん、もう、すべての曲も誤解されて、四季ももう誤解されて、うん、もう人間との衝突のみになっていくんですが、うん、まあ、このワルターを聞いていくと分かるんだけど、よくこれだけその共演の歌を演じたと思うんですね。これはもう一種の奇跡です。うん、まあこれがレコード版を持っていて、もしくはレコード版がトレイヤー、プレイヤーですね。ごめんなさい。ごめんなさい。はい。プレイヤー持ってる人は、はい、ぜひ、それを買ってください。はい。お茶の水とか、はい。ここで、種目が来てもくれてない。はい。でも、この曲にはとんでもない救済力があって、はい。救済と憧れに満ちた6月中があるんです。はい。その、使徒と、死への、こう、行く、こう、美しさと、現世の、失脚な歌声があると、それが、こうするように、曲調が進んでいくんですね。曲調が進んでいきます。はい、その愛が、もう、アートを生んだんですよね。はい、それで、あとは愛ある、本当の、人肌に、もう、叩くフェリア、人肌に接するような愛は、もう、全部、愛から始まるし、もう、ここを歌うだけで、もう、叩くの、いや、ねえ、ないみたいな。うん、ワルタって愛の人ですから、はい、親友の、ね、ワルタがドスケスピーに、の出身、神を信じられる人は、神を信じられる人は、どっちが信じるかね、誰、神を倒し、鏡を信じる、あれ人が大好きだった、ワルタは、はい、そうですね。で、ワルターの、グランドピアノ
の上にある、ちょうどマーラのね、ちょうど銅像があったみたいですね。これ、もうすぐ終わるようになってるんですけど、この、二楽章の秋に寂しきものっていうんですが、はい、これは、こう、現世の、もう、うん、現世のね、もうどうしようもない切迫感を抱えた人が、一人、秋の湖に死を思うんですね。そういうところです。時間になってますね。これ全然忘れちまい、なってないんですけど、時間になっちゃいました。これどうします？また続きで。また続き。話しましょう。はい。すみません、こんな。はい。中途半端な話ですね。じゃあ、皆さんに。皆さん。また続きを楽しみに。また続き楽しみに。はい。必ず、また語ります。はい。あ、すみません。はい。すみません。